丸の内五三や丸の内五三家は J リーグ開始以前の日本サッカー界において日本サッカー協会及び日本サッカーリーグの意思決定に強い影響力を持っていた下記の三者で構成される派閥を指す俗称である。いずれも東京都千代田区の丸の内に本社を構えていたことに由来する。第二次世界大戦後から1960年代頃の JF は 東京大学 OB で会長を務める野津健と、理事長を務める竹越し,し丸を中心に据え、中央大学 OB で、常務理事を務める小野拓南次が実務を取り仕切り、大学サッカー界の OB 員は協会内の主要役員を務めていた。小野は、実務能力に優れる反面、協会内の業務を一手に担っていたことから、独断選考の側面もあった。そのような情勢の中、小賀殿校、 三菱重工、日立製作所といった企業チーム出身者が主導的な役割を果たし、1965年に国内のアマチュアスポーツ界として初の全国リーグである JSL が創設された。同リーグは JF の組織下に置かれたが、実質的に独立組織として運営され、協会内及び日本サッカー界の振興勢力となった。一方、 企業チーム出身者の多くは前述の大学 OB たちとは先輩後輩の間にあったものの企業を代表する立場を取っていたことから両者の利害は一致することはなく JSL 初代総務主事の西村昭一、小賀電工や二大総務主事の重松義則、東洋工業は協会首脳陣に対して批判的立場を取っていた。こうした経緯から1970年代に入ると JSL 側から教会内改革を推し進めようとする動きが活発化したが改革の必要性を説いたのはかつて日本代表のコーチを務めていたデッドマール・クラマーとも言う三菱化成工業社長で JF 副会長を務めていた篠島秀夫を新会長に擁立する構想は篠島の旧世により頓挫し旧勢力は政権を維持し続けたが 1976年に行われた役員改選により、後、竹越、小野の首脳陣の退陣が決定。新日鉄社長の平井富三郎を新会長に迎え、小賀出身の長沼健が専務理事に就任するなど主要役員の若返りが図られた。この1976年の政変について、改革派によるクーデターとも評されるが、旧勢力の退陣は、 規定路線であったとも指摘されている。この後、JF は企業チーム出身者が実権を握ることとなり、会長の平井と専務理事の長沼の下で JF は慢性的な赤字財政からの脱却が図られ、後の財政基盤を構築したと評される。一方で、長沼以下、メキシコ五輪当時の指導者や選手が協会内の中枢部を占め、影響力を行使するに至った点から、 メキシコ組とも形容された。アマチュア時代の JF は財源も少なく JSL に所属する各企業の力で支えられ出向者や学抜の援護により運営される身内的組織だった。その中でも子が三菱、日立の三社は協会内に人材を派遣し、派遣機関はその給与を企業側が支払い続けるという形で財的にも 人的にも JF を支援した。こうした経緯から、協会内部での3社や3社の出身者からなる派閥の影響力は強まっていった。協会関係者の多くは、小賀、三菱、佐きち、新日鉄出身のサラリーマンであることから、プロフェッショナルという価値観に対する偏見や反感が根強く、1980年代に台頭を始めた。 読売サッカークラや日産自動車サッカー部といったプロ化志向のチーム出身者への礼遇となって現れた。かつて JSL が創設された際には、小三屋が主導的な役割を果たしたものの、後のプロ会の流れの中ではアマチュアリズムを堅持しようとする抵抗勢力と化した。なお、木本京さんの証言によれば、読売クラブの実力及び、 非公式な雇用形態が無視できないものとなっていた1980年代初頭、アマチュアリズム及び範囲読み売りの急戦法となっていたのが、日立出身、高橋秀達だったという。また、1990年代初頭までのサッカー日本、代表監督の人事権は、ご三夜が掌握していたと言われる。代表監督は三社の出身者や、 炎庫者でほぼ固められており、1980年代後半には、日産自動車の監督を務めていた、カモアマネの日本代表監督抜擢が取り沙汰された際には、日産出身であるために見送られた。その一方で、三菱出身の横山健造のように、1990FIFA ワールドカップ予選で惨敗を喫するなど、成績が低迷し、ファンからも、選手からも能力に疑問を提され、 批判を受けながらも、誤算や出身者ということでその座を安堵された者もいた。ただし、上記のような財政状況から、有能な指導者を直接雇用することが困難であった、ことや、指導者としての能力を問う以前に、派遣元となる、企業側の事情が最優先されていたためという指摘も、ある。こうした姿勢から旧体依然と批判を受け、 古三夜の本元となる各サッカー部が1980年代に入った後も日本人アマチュア選手による純潔主義を貫きプロ思考の読売や日産などに比して魅力を失いた点からもサッカー界における指導的立場を失うものと考えられた。一方、1980年代後半に入ると小三夜の中でも革新的な意見を持つ小賀出身の木の本や 三菱出身の森健次らが中心となった、ロサッカーリーグ設立構想が浮上し、小賀出身の川淵三郎を初代チェアマンとした、J リーグの設立へとつながった。J リーグの設立後も、それまで国内のプロ化を推進する存在だった、読売サッカークラブ及び、更新団体のベルディ川崎との間の圧力は、残されたままとなり、双方は1990年代を通じて、 防衛権問題、本拠地問題、チーム故障問題、ネルシーニョの日本代表監督就任問題、などの是非をめぐって対立を続けた。1993年の J リーグ開始と前後して、日本サッカー界がメディアの注目を集めるようになった時期から、サ三夜にも変化が生じるようになり、オランダ人のハンスオフと、ブラジル人のパウロ・ロベルト・ファルカン、 古参や外のカモアマネが登用されるなど、かつての影響力は低下しているとも評される。その一方で、1999年に日本代表監督のフィリップ・トルシエの解任騒動が、浮上した際には、古参屋のうちの古賀伝子及び、早稲田大学出身者が解任派、三菱重工及び、慶応義塾大学出身者が続投派分裂し、 水面下で駆け引きが行われたとの報道がなされた。JF 内部では1990年代以降も、小賀や三菱の出身者が養殖を占めるケースが多いが、会長は、川淵三郎、小賀電工、犬飼元明、三菱重工、小倉淳二、小賀電工、大日と国屋、三菱重工、田島光造、小賀電工と、2010年代に入った後も、両者の出身者が続いている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。